皆さんこんにちは、川辺由紀子です。今日はなんとパナソニックさんからこちらのカメラをお借りしました。じゃん、 G100 です。いやー、触ってみる機会をいただきましてありがとうございます。写真はもちろん、Vlog にね、とても向いているということなので、今回はこちらの G100 を持って Vlog を撮っていきたいと思います。はい、やってきたのはこちら河口湖です。富士山の隣にある河口湖駅駅っていうの忘れちゃいましたね。河口湖駅、はい、ここからスタートして湖の周りをいろいろ散策してみたいと思います。さあ、どんな感じで撮れるんでしょうか。楽しみです。それでは早速行ってきます。無事に自転車を借りることができました。荷物も一緒に預かってもらえるのですごい便利です。ではここからね、ちょっと湖一周、いや一周はできないかな走りながらちょっといろいろ撮っていきたいと思います。あっという間に河口湖に着きました。うわー、早い、楽しそう、乗りたい。スワンやめてこっちにした。ロープウェイがありますね。あれも登ってみようかな。遊覧船すごい気持ちよかったです。今気づいたんですけど、富士山が見当たりません。この付近には立ち止まらずお進みください。本来ここの真正面には大きな富士山があるはずなんですが、分厚い雲に覆われております。ふう、悔しいね。富士急ハイランドが見えます。雲、うさぎソフト、巨峰味です。さあ、この展望台を登った先にはどんな景色が待っているのか。あらはい、今ちょうど無風なんで一個もなってないです。わー、
こう。見晴らしのいい。あ、すごいね。湖が青いです。ちょうど瞬間的に日が差して青くなってますね。日が差し込むとまた全然違いますね。さて、こちらが、はい、富士山。こんな感じで見えるはずです。こんな写真が撮れるよって書いてあります。こんなスケスケだったんですね。全然気にしてないかった。ロープウェイ、山頂、楽しかった。ロープウェイは往復のチケットを買ったので、下りもロープウェイで下ります。一応ね、登山道があるらしいんですけども、ちょっと楽します。麓に戻ってきました。また自転車で移動しましょう。だいぶ静かです。やっぱり遊覧船乗り場とかロープウェイとかザ観光地というようなスポットはそれなりに人がいたりするんですけど、こういうところもありますね。気持ちいい。キノコほうとう完食です。あっという間にペロッと食べてしまいました。意外とお腹空いてましたね。というのもそれはそのはず、今3時半お店に入ったの3時です。そろそろ食べたいなと思っている時にたまたま近くにあったお店、おここにしようって思って入ったお店が当たりでした。めちゃくちゃ美味しい。もうかなり時間に余裕を持って帰りたいと思います。それでは今食べ終わったばっかりですが頑張って漕いで帰ります。宿泊先に到着しました。カントリーコテージバンというところ、かわいいコテージです。景色がいいですね。さあ皆様、今回はこちらルミックス G100 を持って Vlog を撮って回ってみたわけですが、皆様いかがでしたでしょうか。とても綺麗に撮れてたんじゃないかなと思います。やっぱりね、コンパクトかつ、Vlog にとてもおすすめということだけあって、で使いやすかったです。これ、本体だけでももちろんいいんですけど、グリップが入ってきたことによってやっぱり握りやすいし自撮りもしやすいし、このバリアングルでねパパッと自分も撮れるし、ここに、シャッターボタンとレックボタンがあることによって自分でこう確認しながら片手のワンプッシュで動画、録画を始めることもできるし、この取っ手をね、グリップをつけたまんま、例えばスチール、
写真撮りたいなっていう時にもうここだけでピントを合わせて撮ることもできます。なので断然やっぱりこのグリップとのセットがすごいおすすめだなって思いました。こういう例えば女子旅、友達と遊びに行く、旅行に行く、でこれから思い切って旅行に行ける時が必ず来るはずです。まあそうでなくても日常ね、 Vlog なので私生活を撮ったりするにもとてもおすすめ。どれにしようかな、初めてのカメラって思ってる方にもね、こちらルミックスの G100 とてもおすすめです。使いやすいです。初めて使ってみたんですけど、なかなかスムーズに撮影できたなという印象があります。撮れた動画皆さんご覧いただきましていかがでしたでしょうか。画質、音、そう、音はね、今回その何もマイクとかつけずにこの本体ので行ってみたんですけど、どうでしょうかね。はい。ちょっといろいろカメラをね、買う買わないとか、これどんな感じなんだろうといったところの参考にしていただけたらとても嬉しいです。今回はこちらルミックスの G100 を持って河口湖周辺を Vlog してみました。皆様最後までご覧いただきましてありがとうございます。こちらのカメラ気になった方はぜひとも下の URL チェックしてみてください。それでは今日の動画はここで終わりです。お次の動画でお会いしましょう。またねー。